はい、12月、ではないですね。12時38分の相場の続きになりますけども、ちょっと気づきがありましたんで、お知らせいたします。どんな気づきかと言いますと、上からゴーンと下がってきて、ちょっと上がって、下がって、上がって、大きく下がるって流れがありましたね。これを、ダブルトップ、右肩下がりっていう風に、名付けておりました。で、この動き、ね、ダブルトップ、右肩下がりっていうので、ドーンと来ましたよってことだったんですけども、もう一個ね、上からドーンと下がってきて、ちょっと上がって、下がって、もう一回上がって、下がり始めたよ。もう、これ、もしかしたら、同じなんじゃないですか、これ。で、もう一回いきますよ。上からドーンと下がってきて、上上がって、下下がって、植え付けてドーンと下がったということでしょ。でこういうふうにヒゲの先とヒゲの先で右肩下がりができていると。どうですかね。似てませんか。このあたりとね、このあたりとどうでしょうか。まあそうすると期待としてはですね、期待ですよ。こういうふうに大きく下がることが考えられるかなと思うので、売りでエントリーするのは悪い方法ではないと思いますね。もちろんロスカットは入れてくださいね。それでは金曜日、これが最後の相場解説になりますかね。やっぱりね、相場って同じような形で出来上がってるんですよ。でも 100% そうなるわけではないっていうことなんで、ロスカットはかけてくださいね。でもそうなる確率が6対4ぐらいだとしたら、今回ね、こういう形で右肩下がりの2点天井が6割以上の確率で大きく下がるっていうことが、もしね、分かっていたら、残りの4割は捨てるにしてもですね、まあ勝ち越していけるんではないかなっていうのが私の考えです。では、本日は以上です。